にゃんにゃん、どうも、こんにちは、シュンキービーシュンのシュンです。今回もドラえもんパークやっていこうと思うんですけど、今回からはですね、この一応単発耳実況シリーズって枠じゃなくてですね、ドラえもん関連シリーズとしてこのドラえもんパークやっていきまーす。ということはですね、一応ドラえもんパーク、一応シリーズ化になりまーす。やったーね。最初のね、ドラえもん誕生日記念、ドラえもんパーク過去単発の動画がね、意外とね、自分の中では伸びた方だったので、ちょっとね、これをね、脇にね、ドラえもんのね、ゲームの実況やってみようかなってことで、気づかないます。やったねーってことで、パート数をね、どうしようかなとか思ったんですけど、一応ね、まあ、前回のドラえもんパーク単発の方をパート1とみなすので、今回はね、パート2になります。ってことでね、やっていきましょうってことで、なんかですね、自分、ね、どこのドラえもんパークにガチャがあることをね、全く知らなかったので、最初にガチャからね、引いていきましょう。全く知らなかったね。で、今、1130コインあるので、この、こちらのね、ノーマルガチャ引けますね。じゃあ、引いてみましょう。1周年やからね。ね。お、戦国ジャイアン。おぉ。戦国ジャイアン。で、戦国ジャイアンゲットしましたね。で、これで、なんか、こうやって、ジャイアンを引いて、ジャイアンを、こうかな。あ、こうですね。こうやってほら、ジャイアンがね、今、戦国ジャイアンになりました。で、戦国ジャイアンの効果は、なんか42巻ごとにハートくれるのかなって思います。多分予想だね。予想です。よし、じゃあ、前回のね、単発実況でやったところの続きからやっていこうかなと思います。なので、エピソード2からですね。エピソード2、道路を作ろうってことなので、まずはね、ゲームをプレイします。準備はいい？じゃあ、やっていきましょう。レッツゴー。よし、偽物を9個ですね。9個。消さないといけません。では、まあ、今回もね、時々ドラえもんの声真似を交えてやっていきたいなと思いますね。まあ、まあ自分ね、まあドラえもん、映画ドラえもんとかね、もう12年ぐらいね、連続でね、見てるわけになるんですけどね。本当に、ね、ドラえもんもずっとね、ずっとドラえもんやったね。ずっとドラえもんやった、もうね。なんか、ドラえもんの声聞いてるだけでもね、本当になんかね、嬉しい気持ちになったね。お、クリア早いですね。スピードクリア。ウェイと、よしよし。で、ドラえきもね、もらえるよってことで、ドラえもんが出すね、ドラえきです。お、なにこれ ?P22? なんか、ね、P20 みたいなのになる。なんか、P22? なんか、前までなかったですよね。あれぽいなんか P っていうお話は何もしてくれないの。まあ、道路を作りましょう。で、みんなの空き地ってことだね。で、広い道ができたぞ。これでもう道は汚れないよねって言ったかな。ネクスト行きましょう。道路を作ろう。オッケー。次、地面をきれいにしようですね。今回のエピソードは多分ね、みんなの空き地ってことだよね。多分空き地を作っていくんでしょうね。で、ブロックを50個消そう。レッツゴー。頑張ってやって。ね、ちょっとね、ドラえもんの小山ね、ちょっと練習していきます。小山でね。小山でも練習していきます。お、虹色ドラえもんですね。もうね、虹色ドラえもん。もう素晴らしい虹色ドラえもんね。で、これを、あーでも、先にここの下のやつを壊しといた方がいいかな。グレイ、よしよし。じゃあちょっと、本当はドラ焼きで消したいので、ちょっと、頑張ってドラ焼きが近くになるように、こうかな。よし。これで、こうしましょう。そしたらね、ドラ焼きが全部消えます。わあ、すごいねー。すごいねーって。で、こっち。で、もう一回、こっちで、ボンボン、バーン。ボーン。わあ、めっちゃ消えるね。で、ドラ焼き、あと24個ですね。結構、ちょっと厳しい気のせい。あ、なんか、ドラえもんめっちゃ褒められてんの。ちょっと嬉しいよ。でも、泣くよ。嬉しすぎて泣くよ。ねえ、泣いちゃうよ。もう、うわ、あ、泣くからね。お、結構、ドラ焼き結構集まりましたね、一気に。さあ、いけ。あと5個ですね。ドラ焼き5個。あ、こっちいける。あと2個。え、まだいけるかな。おやった。え、まだあと1個か。うわー、おー、やったー、クリア。
見事にクリアしましたね。クリア。ボーナスタイム。おお、わあ、わあ、世界カメラばっかりね。グッド。お、あ、星3つですね。やったね。やったー。わあ、すごい。すごい。ああ、すごいね。さあ、次行きましょう。地面を、地面をね、きれいにしましょう。さあ、それと、お、きれいになったね。あ、地がきれいになったね。もうちょっと、なんか、半分ドラえもん、半分ネシオみたいな感じだけどね。砂山を整えようですね。なんか、半分ドラえもん、半分ネシオになってるけど。ネズミ取り、かける3。3匹ね、ネズミを取りましょうとですね。今、取るっていうか、叩くんですけどね。あ、倒しましたね。お、こっち出てきましたね。ちょっと、じゃ、ちょっと、無理だな。いけるかな？お、叩きましたね。やった。あー、どっか行った。あ、間違えた。よし、あと一匹。あ、こっち、今度はこっちですか。一回叩きます。で、中に来ましたね。でも、あ、いけますね。ポン、ポン、あ、やった。あ、クリア。早いですね。スピードクリアー、的な感じだよ。やったー。星3つですね。やったね。いやー、やった。次行きましょう。さあ、これで砂山を整えましょう。すると、おー、どっから出してきたの？おー、綺麗になった。あれ？こんなところに土管がある。あ、次。OK？ ネクスト。土管を置こう。で、おっと、来ましたね。2分の0。2回やらないといけませんね。じゃあ、ステージ2回やって進めたいと思います。で、このね、2回ステージやった後で、今回のパート終わろうかなと思います。では、やっていきましょう。おー、そっか、今回偽物の鈴ですね。偽物の鈴40個ですね。完璧だよ、やって。ありがとう、とかね。僕、とっても嬉しいよ、とかね。わあ、おー、なんかめっちゃ消えるね。すごいね。なんか、すごいね。すごいね、しか言えないわ。いけるかな？ドン。あと15。あと15偽物数ですね。単位の偽物数って。さあ、13鈴。残り13鈴。おぉ、11鈴。10鈴ですね。で、まぁ、10個の数ですね。あれ？ピコン？あー、気がかった。勘違いしてる。で、コンボが、コンボってか、よしよしよし。これで、おぉ、あ、やっぱなるんだね。お、さあ、これであと2個。あと2鈴ですね。単位よ、単位。あと2鈴って。あ、ゼロ、クリア、クリアですね。もう自分クリアしてないと思った。クリア。ボーナスタイム。レッツゴーゴーゴー。レッツゴーゴー。さあ、星3つですね。お、今回調子いいね。星3つ。やったー。イェーイ。やったぜ、これね。さあ、まあ、今回はね、2回やらないといけないので、2回やります。ステージ19、ネズミ取りかける15。ネズミかける15。おーわー、ネズミだらけ、ドラえもん、めっちゃー、あんだよ。もう、じゃー、ネズミって言うよ。全く似てなかったな。もう、ドラえもんが、めっちゃあれだよ。なんか、かわいそうになってくるな、このネズミの数は。もう、あ、待って、いや、ね、なんか、ネズミ全く当てれないんだけど、まあ、え、ちょっと、よし、あと13ネズミですね。もう、なんか単位でも13ネズミとか言ってるからね。おーおーおー、どうしたどうした、いきなり。さあ、残り9ネズミ。もう9に、なんか9ネズミとか言ってるからね。まあ、9匹。はい、8匹。残り8匹。ああ、え？なんか難しくないかい？大丈夫？これクリアできる？の心配が出てくるんだけど、残り7。クリアできるかな？わー。おー、なんかでも、なんか、うまい言われてるからね。じゃあもう、うまいんだよ。さあ、残り4匹。お、残り2匹ですね。急に叩いたな。残り1。さあ、あと1匹、君だけだ。残すは君だけだよ。ね、逃げても無駄だよ。さあ、クリアでーす。クリアー。ボーナスタイムー。星3つ。やったね。僕とっても嬉しいよ。なんか、ハーブネッション入ってるような感じするけどね。さあ、次行きます。次ってかね、土管落ちましょう。まずは1工程目。さあ、お、ショベルカー退散。おー、できましたね。やったー、わーい。
びっくり。次行きましょう。OK。二工程目。お、土管も、土管ボンいたね。あ、のび太くんと静香ちゃん来たよ。うわ、ひろやきができたね。もう読めないわ。ごめんよ。のび太くんと静香ちゃんの声まだできないわ。ごめんよ。ドラムができない。あ、静香ちゃんから次のね、お題出されたんですが、今度未工程ですね。じゃあ、次回のパートからは、ここからやりたいなと思います。ってことでね、今、ちょうどね、1周年なので、こういうね、ケーキ作りもね、やってるらしいですね。700ポイント集めたら、このなんか、C って書いてるやつがもらえるよってことなんですね。で、まだ、今、133点やから、まあ、まだですね、ドラム誕生日ってね、ドラムの誕生日ケーキ作りね、まあ、作ってあげたいなと思うんですけど、できるかなってことですね。まだあったやんな。ドラえもんドラえもんてか、一番上、ドラ焼きやんか、ちゃんと考えてるね。よし、じゃあ、てことでね。今回のパート、こんな感じで終わりたいと思います。ってことで、好評じゃなくても、ね、ドラえもん、自分がドラえもん好きなので、ね、続きます。ってことで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。トイキャス、ミラキブ、ミルダムで生配信やってるので、もしよかったら遊びに来てください。ツイッターもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は真ん中のチャンネルアイコンをクリックかタップでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。